次は矢場と西大路、西大路近鉄板前です。先、足原神宮前、京都方面の乗り場です。矢場と西大路の次は、浦久根方面に停まります。当電車は途中、尼崎で後ろの行きを切り離します。尼崎で後ろの行きは切り離します。先、お越しのお客様はまずは6秒にご乗車ください。
Thank you.
が2コマに左側の扉が横から入って、はい、
右側が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 右お待ちでもらおう、ないようにご注意ください。まもなくお待ちください。神戸三宮駅快速急行です。扉が閉まります。ご注意ください。どこなんでしょう。電波。どこかで
様にご案内いたします。近鉄ではただいま近鉄モバイルスタンプラリーを実施しています。携帯電話を使ったスタンプラリーで素敵な景品をご用意しています。詳しくは一度ポスター、チラシをご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。鶴橋、鶴橋です。 JR 環状線の乗り換えです。お忘れ物なきをご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。鶴橋です。
カジメセンバーです。新歌舞伎座シェラートン琵琶湖ホテルを支えます。この駅でお降りください。阿部寮遥地へお越しのお客様は近鉄バスにお乗り換えます。神戸三宮駅に快速急行です。
西九条まで関係的に。Thank you.
先で後ろ4秒を切り離します。
西宮、東屋、魚崎、三陰、
神戸三宮、元町、神戸方面、神戸方面、不安線になりますと、はい、どこから2月に行く車両が、ハイスクリーンと覚えてるので、ワインと特殊な車両に乗車してください。これじゃあ、車両4秒、気に探します。はい、ご覧ください。この電車ただいまから後ろ4秒を切り離します。この電車ただいまから後ろ4秒を切り離します。切り離し作業を行います。発車でご覧ほどお待ちください。他のやつはオレンジとかメロンとかこのやつは踏み込むみたいな感じのスピードでめちゃうわ飲むのに。それ大丈夫？詰めない？詰めへん。ちっちゃちっちゃくは食ってんねんか。こんにゃくゼリーやっぱ死んでますか？なんか喉越しと死んでいる感じがする。喉越しで楽しんで。じゃあもう。幸せ太りやな。あれは幸せ太りやな。いや、キノさんも、キノさんもいいと思うよ。
ちょっと中で僕もわかるんですか？
緒だって、この間、この間1月に行っていて、向こうの相手と、また寄り込みましたけど、あんなことがあったから
田さんのな、大田さんのですね。やめる前に座ってもらって、あー、やめる前に座ってもらって、自分に負担かかるから嫌だ、そうそうそう、負担かけやがる、いいんだ、どっか終わったらすぐすぐっていう場所になっちゃう、だって遅いよ、絶対あそこにとどまってるよ、そんな早く出ていくはずがない、もう引き出したら朝の見方が楽しいかい、いや、明日言うたら彼ゴールデンウィークに行きたいですけど、体験の豪華者の方がいいと、ありえない、ちょっとやからありえない、クマも多いと、あ、似てそう、似てそうよね、クマも似てそう、クマすごい精神的にします、え、彼女できちゃうの、うん、とフェイスブックになるのって言えばし、そうですね、今人間がそのでもその会社に行ってもいいですね、そこからはここに行ってもいいです、綺麗な西宮に来られます、そのくらい強くないですか、いや、すごい、あ、あのそこと坂田さんもすごいね、あ、坂田さんもすごいですね、坂田さんと出会ってたんですか、あれ全部だって同じ仕事じゃないですか、でも遠かったやろ、だってそのだってもうやめさせる方向に行って何も言わずに、だって長田と奈良や、奈良の生駒の若干前やでもそうだよね、なんか若い男の子させる方も、同じと大きかの時に入ってきた頃だから、奈良に乗るチャラいやつが長田に行ったじゃないですか、小泉、あ、そうそうそう、あれ、奈良から長田に、そっか、今は違うかな、今はそうか、今はどうなんかやめさせる、どこも今はカメラをやめさせよう、あまりそう、サマンさんの場合やめさせようっていうのはありましたね、元からそうやって信用するのっていうのも、なんかこう一番最初に入って自分が入ってちょっと教えたいなとか人をすぐに振ってスビになった彼氏さんがおって、しかも婚約者の婚約者あるやん、その後ダメ押しみたいな感じで妊娠して、もうそのまま退職してしまう、
が両端に失礼します。足湯です。Yeah.
ありがとうございました。